小さい時から踊ることはすごく好きだったんですが、お手本通りにうまく踊れないことが一つの悩みでした。ですが授業を受けてリズム感が身について、以前よりもうまく踊れるようになったねって周りの人によく言ってもらえます。また小さい時よりもさらにダンスが好きになりました。超楽しかったです。私は元から踊ることも苦手という意識もあって、全身で TikTok を上げることもできなかったんですけど、授業を通して踊ることの楽しさを知ることができました。今では TikTok にも上げられるようなレベルのダンスをすることもできるし、お友達に見せるのも楽しみの一つになってます。